皆さんこんにちは、なるほど店です。今日はこちらのゲーム、キャッチパンチですね。キャットパンチでした。猫パンチでお遊びしたいと思います。ちょっと遊び方わかんないですけど。あ、下のこの矢印を押すんですか？これ避け続けるって。あっという間になんか当たって終わっちゃいましたけど。パワーアップエネミー敵レベル1、タイムレベル1。あ、敵の数が減少します。体力増加しますか。さあ、これでこうやって避けるって感じですか。結構、面白いです。こういうゲーム大好きですけど。なるほど。わーって避けてたんですか。2回当たっちゃった。体力どこ？体力どこ？あ、体力はわかんない。当たりまくり。あ、なるほど。わあ、これ結構考えますね。2マス分あるってことです。さあ、クリアしたんですかね、多分。クリアの、あれですか、旅に広告が流れるので、ちょっと動画つなぎ合わせてますけど。クリアまでの時間短縮。あー、でも敵の数あれですね。減らしたいですね。じゃあ楽々でしょ？敵さん出なければ、要はもう、避けなくても、ちょ。行って、あ！そういうわけですからね。危ない、あ！もう体力どこにあるの？体力。あ、下にあるライフ。なるほど。こういうわけですか。クリア時間も短くしたいですかね。そうなると。お、これ当たんないですね。これは当たんない。これは耳当たんないですね。ギリ耳は触れても OK みたいな。微妙にあれですね。あ、ずれてるんですね。敵さんの攻撃、毎回同じところから出てるわけじゃなくて。さあ、クリアいたしました。じゃあ次は時間短縮しますか。右側の真ん中にオールパワーアップとあるから、動画見たらあれなんですかね。全パワーアップするんですか。さあ。おお、時間の減り方が早い。すごい。時を支配した。早っ。すごい早い。いや、もうこれ、時間短くじゃ多いでしょう。成長ポイント3ポイントですか。あ、時間も長くなるってことですね。だから、まあ短くしておいても、あ、終わった。早い。あー、これ成長ポイント増えてる、なんかメーターが。これで次3ポイントとかなるんですかね。まあでも右上の、あれですよね。あ、3ポイントになった。猫ちゃんのマーク27分の5だから、これ27までいけばいいんでしょ、きっと。さあ、タイムあれしますか。で、この女の子ちゃんがあれですよね、多分。イラストが変わっていくんでしょ、きっと。さあ、動画も見てみたんですけど、全部成長ポイントが加算されたってことですかね。敵さんの数も減らしたいですか。じゃあ、エネミーを減らしてと。レベル14にして。さあ、まだまだいけますか、さすがに。いや、なんか、すごいところで広告が入っちゃって、なんか大変なんですけど。お、なんかすごい、女の子ちゃんのイラストが変わってる。そういう、まあ多分27分の8ぐらいだと思うんですよね。ライフがたくさんあるから、減らないんですかね。おー、来ましたね。どうしますか。エネミー全、なんかものすごく敵さん出てたような気がするんですけど。クリアまでの時間短縮しますか。さあ、おー。どんどん、あれされてますよ。勝つと思って。これ避けるゲームじゃないでしょ、もう。東方さんみたいに弾幕がすごいんですけど。待って。あー！ひどいことになってる。さあ、あともうちょっと耐えれば。ある程度の、ダメージは覚悟しておかないといけないですか。さあ、エネミーあげますか。よーし、ちょっと減ったんですかね。時間も伸びてる。伸びてる。あ、痛い。ダメージ出しちゃう。
右に逃げて右に。あーでもこれ、一つのあれですね、指で左右、ここが難しすぎて、避けきれない。わあ、あダイスどれだけあるんですかね。全然大丈夫な気がするんですけど。あー、減ってる。おー、クリア。やりました。どうしますかね。やっぱり、オールパワーアップが一番いいと思うんですけどね。じゃあ、エネミーの数減らします。次、ライフ増やしますか。これ、満遍なく増やした方がいいですかね。ヨナル君、ドントタッチガールズさん、動画ワンツーですね、お出しさせていただいてるんですけど、そちらはタップゲームなので、タップして、あれですよね、相手を倒すみたいな感覚なんですけど、それはタップ力だけ頑張ってあげて、他の上げなくてもいいんですけど、こちら多分まんべんなく上げた方が良さそうですね。まあこれコントローラーだったら避けやすいと思うんですよね。おお、バッチリです。さあでは、ライフも増やしましょう。成長ポイントの増え方が早くなってる気がしますけど。2つ当たっちゃう。あえて一番当たる回数が少ないところに飛び込むぐらいしか。これ端っこがいいんじゃないか、こうやって。何気にこれで耐えれない。これライフ1個あるし。まあこれあれですか、ライフの数あれなんですね、きっと。この下、収まりきれてないだけなんですか？いきなり減り方早いと思ったら、多分右側にライフがずっと繋がってるんでしょ、きっと。わぁ、これは。こういって、なるべく、ほんと当たりが少ないところを探すしかない。全部避けるのはまあ無理でしょうから。これも当たっちゃいますか。さあ、時間どんな感じ？あ、いけそう。あ、いけそうですね、なんとか。よし、なんか、どんどん上手にいける気が。あ、いた。わお。よーし。お、女の子ちゃん変わった。どういうこと？じゃ、今回は以上ということですか？ということで、今回の動画以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ですね、お出ししておりますので、よかったらなるほど点のチャンネルの再生リストがたくさん動画ご覧くださいませ。さあ、こちらの子、あれですかね。単体でまた動画を出しますので、よかったらそちらもご覧ください。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。